最近物価高騰でちょっとランチするのも億劫になっちゃったな。最大2万円分米子プレミアムポイント J コインペイっていうアプリを使って地元で飲食お買い物をすれば 20% をポイント還元、しかも総額2億円規模、めっちゃお得そうなキャンペーン。でもこう見えて私アプリとか苦手なんだよな。どうやって使うんだろう。そんなお困りの皆さん、ここで聞けば大丈夫。私たちがご説明します。米子市役所1階にデジタル活用臨時支援窓口が期間限定でオープンしました。米子プレミアムポイントの使い方はもちろん、米子市がおすすめするアプリやウェブサービスの使い方をサポートします。スマートフォンの操作が不慣れな方を対象に、情報格差をなくすためサービスの紹介やインストールの補助を行う窓口として開設しました。なるほど、意外と簡単ですね。説明いただけて安心しました。米子プレミアムポイントの他にもプレイルドチェックアプリ、広報米子アプリなど様々なサービスがあります。上手にお使いいただけるとますます便利な行政サービスをご利用いただけること間違いなしです。市民の皆さんが便利になるようにこの窓口を活用してほしいですね。エンジョイ米子。お待たせしました、米子パフェです。あ、美味しそう。いただきます。ゆっくりどうぞ。このパフェも J コインペイを使えば 20% もポイント還元されるなんて、米子プレミアムポイントダブルで美味しい、ありがとうございます。お支払い方法はどうされますか。 J コインペイで米子プレミアムポイントをゲットする方法は簡単。加盟店舗で飲食お買い物をするときにスマホのキャッシュレスアプリ J コインペイで決済するだけ。決済額の 20% が5日後にポイントとして付与されます。付与上限は1人当たり2万円分まで。キャンペーン期間は10月25日までです。ごちそうさまでした。お得に食事や買い物ができてラッキー。お得感があるので、こういうキャンペーンがあるとお客様も気軽に来てくれてとてもいいと思います。これでお店を知ってもらえるきっかけになればいいなと思います。このお得なキャンペーンを市民の皆さんにぜひ利用していただきたいですよね。はい、物価が高騰する中ですが、このキャンペーンが消費のきっかけとなって地域の経済が活性することに期待しております。米子プレミアムポイントを使って飲食やお買い物ぜひ楽しんでいただきたいですね。エンジョイ米子。プレイル予防アプリ配信中です。プレイルドチェックや日々の運動食事の記録も行えるアプリです。どなたでも無料で利用できます。保育士、仲良し学級指導員、児童構成員を募集します。子どもを育む施設で一緒に働きませんか。応募期間は9月15日まで。新米子駅のオープンに合わせ関連イベントを実施しています。詳しくは新米子駅イベントで検索。